はい、えー、それではこんにちは、えー、今回はですねハイレベル物理ということで力学合体に関するですね問題を取り扱っていきたいと思います、えー、今回扱っていく内容としてはですね斜面上に置かれた円柱ということで、えー、今回は京都大学のね大学入試の問題の演習を行っていきたいと思います、えー、それではですね問題に、えー、移っていきましょう では、あ問題に、えー、を読んでいきたいと思います。えー、図に示すように、水平面と角シータラジアの傾きをなす斜面の上に、半径 R メートル、質量 Mkg の密度の HO の円柱が、えー水、中心軸が水平になるように置かれている、円柱の表面の一点には、質量 Mkg の湿点が付着していると、円柱の中心と湿点と結ぶ直線が、円直線となすうー角を敷いた後、 といいいうにして置いていると、えー、まず円柱が斜面に対して滑ることなく転がる場合を考える重力の加速度を G とし左回りのモーメントを正とするとき円柱に働く重力の円柱と斜面との接触点の周りのモーメント N1 は N1 イコール E である一方湿点に働く重力の接触点の周りのモーメント N2 は n2 イコールローである。n1 プラス n2 が負の場合は、円柱は斜面をどちらに転がり始め、n1 プラス n2 が正の場合は反対方向に転がり始めると。n1 プラス n2 イコール0のとき、円柱は接するが、そのとき、角ファイは、sin ファイイイコールのような関係を満たさなければいけないということで、まあ、とりあえずね、この色波についてね、求めていきましょう。 はい、えー、まずですね、えっと、この円柱に働く重力の円柱と斜面との接触点の周りのモーメントを考えていきましょうということで、はい、こちらですね。はい、まずこの重力、ここの円柱に働いているね、えー、重力というのはこちら向きに働いていると。で、えー、この接点との距離というのは、あこの半径があるということで、 はい、ここの長さですね。この長さになってくるので Rsinθ になります。したがって、この N1 の、ね、モーメントというのは Mg×Rsinθ という形になりますで。次、ローですね。ローに関して付着物,付着付着物と、ね、湿点に働く重力の接触点の周りの力のモーメントということで、まあ右,回りのねえー、右回りのモーメントです,ですね。 はい、えー、いうことで、はい、えー左,まあ、もう左回りのモーメントをね、今、プラスというふうにして置いてやってるということで、ねこ、今回、右回りのモーメントなので、ま、マイナスになります。N2 イコールマイナス MG。はい。で、えー、この接点との距離っていうのは、えー、いくらになるかと、まあ、言いますと、はい、えー、r s ファイ R sin φ ですよね。ここの R、ここの長さっていうのは R sin φ になります。で、この長さっていうのが R sin θ になりますので、R sin φ-R sin θ がこ,のこちらの長さということになりますので、今回求めるべきモーメントっていうのは N2 イコール -Mg×R 括弧の sin φ-sin θ というふうになります。 で、N1 プラス N2 の時が負になる時っていうのはですね、この N2 のモーメント、右回りのモーメントがの方が大きくなるということなので、当然この、情報、こう、右回りということで、こういうふうにして上がっていくということでね、情報に動いていくということになります。で、次にですね、N1 プラス N2 イコール0の時現地をはしているがということで、N1 プラス N2 イコール0とすると、 はい mgr mgr s マイナス m g r sine p h i s i n ー θ イコール0ということで mg プラススモール mg カッコの r sineθ イコール mgr s i n ファイという形になってきますんで sine phi は mg ねまあ、両辺 R で R 消去してやると Mg 分の M プラス M カッコ閉じの g かける s i n θ ということで M 分の M プラス Msinθ というふうに求めることができます、はいえー、次方ですねこの関係を満たす各 φ は、えー、φ の範囲というのは0以上 2π の間ラジアンの範囲内に2つありそのうち小さい方を φ0 と Y0 とするともう一つの核は項ラジアンであると、えー、いうことで、えー、さあこれはどういうふうにして考えるべきかと、えー、いうことなんですがね、えー、はじめこちらですねはい、えー、こちらであるときですね円柱はまあ静止するとね、えー n1 プラス n2 イコール0の時、円柱は静止するが、えー、もう一つの角はっていうことで、はいこ、こちらの図においてですね、質量 m の失点が a 点についていても、a 点についていても、当然ね、えー、これ力のモーメントっていうのは同じになりますので、もう一つの角っていうのは、まあ、どこになってくるかと、えー、言いますと、おここが、 この部分ですね。π-φ0 の部分になります。π-φ0。π-φ0。そのうち小さい角度は φ0 とすると、π-φ0。π-φ0 の値というのが次の角度という形で、まあ、図で考えた方がね、図で考えた方がいいですね。これはね。 はい、えー、ということになります。えー、では次、弊、えー、ですね。経営者格 θ は次の不等式を満たす範囲にならなければいけないと、えー、いうことで、まあ、当然ね、この先ほど過去2で求めた sin ァイの条件ファイ、えー、サインの条件というのはこれ1以下にならないといけないということですから、sin、え、θ、ー、は、えー、m プラス m 分の m 以下というふうに条件が出てきます。 はい A、では次 B ですね。一方、円柱と斜面との間の静止摩擦係数をミュートすると、円柱が斜面上で滑り出さないためには、傾斜角 θ について不等式 sinθ は、おれららと、が整理しなければいけないということになります。 はい、えー、まずね、えー、力、どういった力が働いているかっていうのをね、しっかりとね、えー、見定める必要があります。えー、まず、この斜面方向と平行な成分の力のつり合いについて、mg3c たら small mg3c だと、この摩擦力 F が働いていると。 ということでですねでこの F っていうのはですね、えー、滑り出す限界を考えると、F イコール μn というふうに考え表すことができるので、この n についてですね、えー、斜面と垂直な力の成分の釣り合いを考えることによって出していきたいと思います。まずね。はい、えー、ということで、えー、この n、えー、斜面と垂直な方向の力の釣り合いは、はい、えー こういうふうな形で力が働いているので、n イコール mgcosθ プラスね、large mgcosθ という形になります。はい、えー、従いまして、力の釣り合い、えー、この左の図ですね、光のこの斜面と平行な力の成分を考えますと、m g c シー θ プラス m g c シー θ イコール μn。 で、n が mg cosθ プラス mg cosθ になってくるので、m プラス mg sθ イコール μ ッコの m プラス mg cosθ。よって、m プラス m ね、これ消去できます。m プラス mg の部分、背を消去できまして、sθ イ,イコール μ cosθ。 で、ここでですね、えー、ここで、えー、コサインシータの値っていうのはね、答えに使っちゃいけない。サインシータで全部表しなさいということなので、えー、サインシータに統一するためにコサインシータイコールルートの1マイナスサイの二乗シータを代入します。えー、そうすると、サインシータイコール μ× ルートの1マイナスサイの二乗シータということで、サインの二乗シータイコール μ の二乗かける1マイナスサイの二乗シータということになりますので、えー、 1>, 1プラス μ の2乗をカッコ閉じの sin の2乗 θ イコール μ の2乗ということで s シー θ はルートの1プラス μ の2乗分の μ というふうに求めることができます。これが等の答えになります。 はいえー、これがまあ成立しないといけない。従って円柱が斜面上に接できるためには、各核ー,ーは、括弧1式及び括弧2式の2つの条件を同時に満た,し満たさなければいけないと、えー、いうことになってくるというふうになります。 はい、えー、今回の問題は、ね、非常に面白い問題であったので、えー、力のモーメント及び、まあ、合体の分野に関しての非常に面白い問題であったので、ねえー、ぜひ考え方マスターしておいてください、はいえー、それではこの講義、えー、終了したいと思いますご視聴いただきありがとうございました